ジョン・フィッチは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。インディアナ州フォードウェイン出身。ワン・キックス、ジム所属。元ゲソフ世界ウェルター級王者。グラウンドでトップキープして、相手を削る堅実な戦法を得意とする。パドゥー大学時代は、レスリング部でキャプテンを務め、NCWA ディビジョン1で活躍。レスリング部のコーチだった、トム・エリクソンの影響で、 総合格闘技に興味を持ち、一般社会で働く準備ができていなかったため、プロ格闘家になる決意をしたという。2002年7月13日、プロデビュー戦となった RFC1 でマイクパイルと対戦し、チョークスリーパーで一本分け。2003年9月6日、WJ プロレス主催の X-12 でゲイブガルシアと対戦し、TKO 勝ち。2007年7月、 ヒーローズ2007ミドル級世界王者決定トーナメント開幕戦に出場した長田勝彦のセコンドとして来日。2005年10月3日、UFC 初参戦となったアルティメットファイトナイト2でブロックラーソンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2008年3月1日、UFC82 でクリス・ウィルソンと対戦し、3から0の判定勝ち。 UFC 参戦、以来8連勝を挙げ、ウェルター級タイトルへの挑戦権を手にした。2008年8月9日、UFC87 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで王者のジョルジュ・サンピエールに挑戦。判定負けを死し,し王座獲得に失敗するも、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年1月31日、UFC94 でゴ、ゴの秋と対戦し、 判定勝ち。7月11日の UFC100 では、パウロ・チアゴに判定勝ちを収めている。2010年3月27日、UFC111 で、ベンソー・オン・ダースと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。当初は、チアゴ・アウベスト対戦予定であったが、開催2日前の25日に行われた CT スキャンで、 アウベスの脳に異常が見つかり対戦相手が変更となった。2010年8月7日 UFC117 でチアゴ・アウベスと対戦し3から0の判定勝ちを収めた。この試合はアウベスが計量時にリミット170ポンドを1.5ポンドオーバーし171.5ポンドのキャッチウェイトバウトとなった。2011年2月27日 UFC127 のメインイベントで BJ PEN と対戦し、1から0の判定引き分けとなった。2012年10月13日、UFC153 でエリック・シューバと対戦し、判定勝ち。Fight of the Night を受賞した。2013年2月2日、UFC156 でデミアン・マイアと対戦。終始グラウンドで劣勢となり、判定負け。 この一杯によりフィッチは UFC をリリースされることとなった。連敗をしていない選手がリリースされるのは UFC では異例である。2013年6月15日、ベソフ初参戦となったベソフさんでジョシュ・バークマンと約7年ぶりに再戦するも開始41秒でギロチンチョークで締め落とされ一本負け。プロデビュー戦以来の一本負けである。2013年10月、 ニューヨーク州シラキュースへ転居し、スポーツクラブ、パシフィックヘルスクラブに、インストラクターとして就職。2014年12月13日、ベソフ16のベソフ世界ウェルター級タイトルマッチで、ホジマール・パリアーレスと対戦し、膝十字固めで一本負けを喫し王座獲得に、失敗した。試合後、薬物検査で、規定量を超える、 高濃度のテストステロンが検出されたことが発表された。2015年10月17日、ベソフ24でウェルター級に転校した、オカミユーシンと対戦し、3から0の判定勝ち。ベソフ王座獲得2016年4月2日、ベソフ30のベソフ世界ウェルター級王座決定戦で、ジョアン・ゼフェリーノと対戦し、3から0の判定勝ちを収め38歳で、 王座獲得に成功した。2016年12月31日、ベソフ34のベソフ世界ウェルター級タイトルマッチで、挑戦者のジェイク・シールズと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座の初防衛に成功した。2017年6月30日、PFL、デートナの PFL 世界ウェルター級タイトルマッチで、挑戦者のブライアン・フォスターと対戦し、 ブルドックチョークで一本勝ちを収め二度目の王座防衛に成功した。2019年4月27日、ベラトア220のウェルター級ワールドグランプリ準々決勝として行われたベラトア世界ウェルター級タイトルマッチで王者ローリー・マクドナルドに挑戦し、1から0の引き分け判定で王座獲得に失敗した。2020年9月12日、ベラトア246で ネーマン・グレーシーと対戦。ヒールフックで一本負けを喫し、試合後に引退を発表した。ありがとうございます。